さて、リコーダーの歴史なんですけれども、教会の、ね、絵とかいろんなこう彫刻に、12世紀頃から、ね、こういう、笛が登場します。で、今現存している一番古い笛が3つほどありまして、その中で、最近見つかったのがこれなんですよね。エストニア共和国のタルトゥーというところの14世紀の遺跡から見つかりました。その論文が出てまして、これなんですけどもね、実はこの14世紀の肥だめ、わかりますかね？ 肥だめからこれが見つかったんですけどね、多分ね、当時の人どんなものを食べていたかなとか調べていたら出たんです。で、それで細かい、採寸が出てまして、で作ってもらいました。じゃあ14世紀の古の笛の音ですけども、ちょっとお聞きください。14世紀の西への響きがしますよね。なんかいいなと思うんですけど、当時は大体このように右手を下にしても、左手を下にしても2つこう穴が開いてまして、大体ルネサンス時代もそうなんですけど、ここ見えますけど2つ穴が開いていて、左手が上でも右手が上でもできるようになってまして、ちょっとこれも吹いてみようかな。こんなこうちょっとだけこう枯れた音がしますよね。で、これがルネサンス時代になりますと非常にこう洗練されてきます。人間の声にこうちょっと似てるんですけども、で、これはソプラノリコーダーなんですけども、こんな感じで当時はたくさんの種類のリコーダーが作られていました。これがね、コントラバスですね。で、これがグロースバス、またグレートベースと言ってます。で、これがバスで、これが最低音がファの音です。で、これが、最低音がソの音のバス、ね、で、これがテナーリコーダー、またテノールと言ってますね。で、これがアルトリコーダーで、最低音がこれがファで、こっちが最低音がソのアルトリコーダー、そしてソプラノ、ソプラニーノ、そしてガークラインね、ガークラインで、これだけの種類があります。実は博物館には2メートル62センチほどの大きなのもまだ残っています。で、これはですね、このシンタグマムジクムという、これですね、シンタグマムジクム、1619年、これは19年ものなんですけど、それの、このページに載っています。このちっちゃなのから大きなまで、ね、1619年というと日本では、そうですね、関ヶ原の19年後かな そのくらいですね。で、ここに面白いのが、太鼓と一緒にあるやつ、よーく見ると、ここに2つしかこう穴がない。実は後ろにもう1個あって、それがこれなんですよ。ね、ガルベルと、テバパイプとも言うんですけども、前に2つ、後ろに1個しかないです。で、これでドレミファソラシドとできると思う人、できないかなと思う人、質問の意味がわからない人じゃあやってみますね。で、この笛で太鼓を叩きながら、ね、これ
ファランドールというこの音を聞いて、このメロディーを聞いて、ビゼーがファランドールを作りました。ね、小学校の鑑賞教材になっているので、皆さんきっと聞いたことがあると思いますね。ありますよね。で、これは、まあ、民族楽器としてもあるんですけれども、まあ、非常に古い時代からあるということも分かりますね。で、中世からルネサンス、そして、ルネサンス、これはね、1535年、実はシルベルトロ・ガナッシというベネツィアにね、いた人なんですけども、素晴らしい教本を書いています。それがですね、これなんですけども、当時はリュートとかガンバとか、ね、歌と一緒にこう演奏していたアンサンブルの様子が書いてありまして、かつ、これの指使い表がたくさん載っていますね。たくさんこうあるわけですけどね。で、1535年というと随分昔でしょ。当時はね、こんな音がして、とても素敵なドルチェな響きがしますよね。で、これが、こんな風に変わっていきます。少しね、わかりますかね、ほら内径、ここの大きさが違うでしょ、ね、ちょっと小さくなりました。で、これで高い音も、高い音も自然になる。 で、これはですね、ファン・エイクという人が、まあ、これとこれと同じように作ってもらったんですけど、1646年に素晴らしい、当時流行していたいろんな曲をに変奏曲をね作って、例えば「アマリリミアベラ」とか「フローマイティアーズ」とか「フローマイティアーズ」、それから、「ナイチンゲール」とかいろんな曲が入っていまして、すごいです、この中に。で、これがそのいわゆるファン・エイクというね、人が使っていた笛なんですけど。で、これがですね、こういう風に変わっていきます。今のリコーダーに非常に近い状態ですね。で、この笛がだいたいこの形がこうした笛になっていきます。バロック時代ですね。バロックはそうですね、バッハとかヘンデルとかヴィヴァルディ、ね、たくさんの人たちがこのリコーダーのために曲を書いているんですよ。で、形としてはこの形を参考にして、今小学校中学校で使っているこのリコーダーになっていくんですね。だいたい柘の木で、柘の木や、まあ、これは楓ですね、楓の木が多いんですけれども、だいたいこれはプラスチックですけど、あんまりそのなんていうのかな、違和感なく使えますね。でも値段は全然違うんですけどで、これがいわゆる、まあ、これテルトンというオランダ系の楽器なんですけど、ね、オランダとかいう感じしますかね。これは今より半音低いんですよね、音がね。分かれないトーンで今の楽器で吹いてみますとですね、今の楽器このプラスチックで吹いてみますとですね。で、じゃあルネサンスのこのセットなんですけど、これは今より半音高いんですよ。ラーですよね。で、現在はラー、これが昔のね、半音ずつ違っていまして、このベルサイユ時代のこのフランスの楽器は全音低いんですよ。で、各時代によってピッチも違っているんですね。で、これが現代の楽器です。で、これはプラスチックと同じですね。
現代でもちっちゃな笛から大きなリコーダーまでですね、作られていまして、一番ちっちゃいのがこのガー・クラインですね。ルネサンス時代と大体同じですね。その次がソプラニーノ、ソプラニーノ、ソプラノより可愛いのでソプラニーノという名前がついてますね。イタリア語です、もともとはね。で次がこのソプラノ、ね、でこの次がアルトですね。中学校になると大体中学生でこのアルトリコーダーを学ぶんですけれども、でこれよりちょっと大きなのがこのテナー、またはテノールと言います。これより大きなのがここにあるバスリコーダーね。バスも、高いのピッチが高いのと低いのがありまして、でこれがグレートベースですね、またはグレートバスとも呼んでいて、まあ、ドイツ語ではグロスバスと言ってますね。でこれがコントラバスと言います。まあ、パイプオルガンにサブパイプがあると同じようなサブがつくんですけども、まあ、一般的にはまあコントラバスと言ってますね。このコントラバス、ね、大きい、で息も大変必要なんですけど、みんな聞きたいでしょ、ね、じゃちょっと吹いてみようかな。もう天井気をつけないで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ね、こういった種類が現代では使われていて、でこれでみんなで大合奏するグループがもう本当にいろんなところにあります、ね、横浜にもねいくつかありますね。でみんなでアンサンブルを楽しんでいるわけです。実は杉田劇場杉劇リコーダーズもこうした楽器を使ってアンサンブルをしています。そう、現代ではもう20世紀のね初頭からかな、こうたくさんたくさんこうリコーダーの曲ができまして、で特に1950年代、60年代で来るとアバンギャルっていう時代がありましたよね、たくさんの。でこの楽器の中からさまざまなこう音が出るんで、それをこう利用してものすごくいっぱい曲ができました。まあ、こんな音をいっぱい使った曲がたくさん作られたんですよ、ね。まあ、今はね結構美しいメロディーの曲多いんですけども、1960年代はもう激しかったですね。もう日本人の広瀬良平さんとかもう本当にいい曲を書いていますね。